皆さんこんにちは。今日はアバガード杯キッズ団体戦の AT1 道場の使い方をご説明します。LPSA から送られてきたアドレスをこちらに入力をしますと、このような画面が出てきます。 A クラス対象の方はここからエントリーをします。自分のハンドルネームでログインをしてください。この右上に出ている名前が自分のハンドルネームになっているかどうかご確認ください。それでは申し込みを送信します。こちらのショートメッセージに本名、チーム名を入力したら送信を押します。数日間で LPSA の方から承認されます。承認をされますと、このように対戦表に自分の名前が入ります。このような状態になりますと、大会の時にすぐに対局が始められます。それでは大会当日の参加の仕方です。まずは AT1 道場.comのこちらのページに入ってください。日本語の場合はこちらの日本のマークをクリックします。そしてこちらの道場入り口のところにクリックします。事前に5局ぐらい対局をしてくれた方は、このハンドルネームとパスワードが入っているので、こちらでログインをしていただくと、そのまま対局場に入ることができます。この緑のバーが自分です。大会当日はこちらの対局待ちをクリックしていただき、特別対局室を選びます。でこちらに自分がエントリーした大会名がありますので、こちらをクリックして OK ボタンを押します。そして左下のところに、こちらに対局待ちプレイヤーの自分の名前、そしてこのルールのところに赤い文字で名前が入ります。で対戦するときは、この同じ A リーグの対象の方と対戦をします。ここで探していただくと、こちらに A リーグの対象、同じリーグの人がいましたので、こちらの人に対局を挑戦します。このルールというオレンジのバーを押してもらえると、大会参加者がまとまってみるので、見つけやすいです。では挑戦してみます。ダブルクリックを押して、挑戦ボタンを押します。はい、相手が受けてくれましたので、こちらで対局開始になります。対局の仕方は通常通りになります。このように対局をします。で左下の感染者のチャットを受信というところは、チェックをしてしまうと感染者の人のコメントなどが見えてしまうので、こちらはチェックを外した状態で対局をしてください。投了する場合は左上の投了ボタンを押します。で終わりましたら、右上の対局室を出るというボタンを押します。対局を受ける場合の方法を説明します。対局が終わりましたら、この特別対局室、アバガード杯女子団体戦、自分がエントリーしているリーグで OK ボタンを押します。そうすると待っている状態になります。このように挑戦が来ました。これで承認をします。そうすると対局をすることができます。同じリーグの対局では、終わってしまった方にもう一回挑戦すると、このような形で、この大会参加者とは対局済みですというふうな案内が出ます。2局目の勝敗はカウントされませんので、対局済みの方とは
対局をしないようにしてください。間違えて一局を指したのに挑戦が来てしまった場合です。でこちらの赤い文字でこの大会参加者とは対局済みですと記載がありますので、この場合は対局をしないでください。拒否ボタンを押します。対局の途中で自分の参加のリーグの成績を確認したい場合は、この地球マークをクリックしていただき、大会というところを押します。ここで参加大会を選びます。そして参加している大会を選びます。そうしますと、こちらのリーグ表、現在の成績状況が確認できます。で過去の成績が載っている場合もありますので、情報を更新していただくと、新しい情報、新しい成績が入っています。この場合は5局指すと対局が終わりになります。で、5局終わらなくても制限時間がもう来てしまいましたら、そこで終了となります。ご了承ください。次に千日手になった場合です。で、このように千日手になると引き分けとなります。引き分けになった場合は、このまま対局室を出ていただいて、この方とはもう対局はできません。次の方と対局を開始してください。リーグ表には、千日手の場合はこのように三角マークがつきます。今回は千日手は指し直しはいたしませんので、他の方と対局を進めてください。